各種用食器中華料理の食器食器とは食事に用いる容器や器具の総称で容器については単に器と呼ぶ場合もある。菜箸や鍋といった調理の際に用いる器具や容器は調理器具として通常は食器の範疇に含めないが食事中も卓上で用いられるものに関してはその限りではない。またテーブルや椅子といった家具は食器ではないが和食における膳や 洋食においてパンなどを直接乗せる布、ランチョンマットなどは、食器の範疇に含まれることがある。抹茶や煎茶に用いる道具は、茶器、または茶道具、飲酒に用いる道具は、酒器とも呼ばれ、これらを食器とは区別して用いる場合もある。また、携帯や輸送、保存のための容器で直接、食事の際に利用するものなども広い意味での食器で、あるが、通常はこれを、 食器の範疇に含めない。食文化の違い、食品、食材の違いによって様々な食器が存在する。日本では和食器、洋食器に大別されることが多く、洋食器はさらにガラス食器と陶磁器のチャイナなどに分かれる。和食における食器、皿、編集、かごあんや鉢よりも浅く、低い食器、口述のワんよりも汁気の少ない料理を入れるのに用いられる。 皿も参照。ワン、編集大別して、メッシュワンとシルワン、森ワンの3種類がある。木製のものには、木片のワン、陶磁器製のものは、石片のワン、金属製のものには、金片の金丸の字を用いる。円形で底部が湾曲しており、片手で持ち上げることのできるものをワまたはワと呼ぶ。二つきのものもあり、ワの円に口をつけて食することもあるため、 ワの光景より狭い小道の蓋がつくものが一般的である。八、編集詳細は、八を三照皿よりも深く、ワよりは浅い、広く口の開いた器を指す。大きさで、大鉢、中鉢、小鉢と分けたり、形で、深鉢、平鉢、浅鉢と分けたり、または、用途で、森鉢、向こう漬けと呼ぶことがある。はい、編集逆きとも書く。 酒を参照。主に酒を注いで飲む小さい器。瓶、編集度瓶、鉄瓶瓶を参照。主に飲料を入れるための容器。箱、編集一般に木製で作られた四角い容器の総称で、漆塗りの上に薪絵、螺鈿などの装飾が施されているものもある。中には紙製のものや陶磁器のものもある。形状は四角が一般的であるが、 円形や六角形、八角形のものもある。鍋、編集鍋を参照。鍋は調理器具であるが、食器として食卓に供されることもある。特に、食卓で加熱しながら食事する鍋料理は、和食を含め東アジアでは、一般的な食事のスタイルである。蒸し器、せいろ、ざる、編集蒸し器を参照。蒸し器は調理器具であるが、 料理を温かいまま食卓に供する、香りや風味を逃さない、具材を崩さないなどの目的でそのまま食器としても用いられる。特に蕎麦は、かつて蒸して調理していたことの名残として、現在も形式的にせ露に持って供されることも多い。箸、編集連撃紙、編集さじ、編集禅、本、編集禅を参照。禅とは、一人前の料理を乗せる、大のこと。 盆は広く平らな容器を意味し、足の有無などによって禅と区別されるが、座卓においては解析禅と呼ばれる盆に似た形状の禅が用いられる。養殖における盆が主に調理場から食卓まで料理を運ぶのに用いられるだけなのに対し、禅はそのまま食事中も食器の台として用いられることが特徴的である。禅は和食における伝統的な食事のスタイルであり、 しばしば全一語をもって食事そのものを意味したり、茶碗に盛られたご飯の数え方の単位としても用いられる。全が、各自に一人前の料理を乗せた台であることを強調する意味では、命名全という語が用いられることもある。手記、編集茶器、編集急須茶器とは、抹茶や煎茶に用いる道具の総称。茶道具とも、茶器を参照。中国における茶器については、 中国茶中国茶器を参照。デザートスプーンスープスプーンコーヒーカップワイングラス。ティーポットトング養殖における食器。形状による分類。編集素材による分類。編集使い捨てのものを除いて、食器は通常、使用後に台所用洗剤などを用いて手洗い、または食器洗い器で洗浄してから保管される。ただし、湿気や高価な陶時器の場合は、 洗剤を用いずに手洗いされるなど特別な手入れの必要とされる食器もある。銀食器も洗剤で洗って良いが、硫黄化合物や酸に触れると黒変するので、鶏卵やサラダドレッシングなどに触れると手早く洗い落とすのが望ましく、曇ったものは重曹を少しつけて磨くと綺麗になる。ありがとうございます。